今日も朝の8時から、なぜなら8時からしか選挙活動が許されていないからです。朝の8時前から用意して、朝の8時から今この時間に至るまでずっと話し続けてきました。何について話していたかというと、皆さん選挙に行ってください。そしてよくよく9人の候補、この人たちをよく考えてみてくださいと。この人たちの言っていることを一人一人よく考えてみてください。皆さんには選択肢があります。そして皆さんには投票する権利があります。この投票する権利をみすみす無駄にしないでください。そして政治を諦めないでください。皆さんがもし政治を諦めて、もう誰に投票しても同じだよ、どうせ政治家なんて自分の金のことしか考えないからね、投票に行くだけ時間の無駄だよというふうに思って政治を諦めてしまったら、政治は変わらないんじゃないんですよ、変わってしまうんですよ、より悪い方向に。そうであってはならないんじゃないですかと。このまま皆さんが政治を諦めてしまったら、それは日本を諦めることになるんですよ。日本はこのままああいう自分の金のことしか考えない岸田首相をはじめとするああいった人間、そして自分の頭で決して考えない官僚の書いてきた答弁をそのまま読み上げて、それがあたかも自分の意見であるかのように意見シャーシャーとしている、そして昨日言ったことと今日言ってること、そして昨日言ったことと今日やっていることが全部めちゃくちゃという、そういう今の政治家たちに政治を任せていけば、日本はもう日本でいられなくなるんですよ。わかりますか、この意味が。日本が、そうです、ありがとうございます。日本が例えばこうなるんですよ。今日も北朝鮮から弾道ミサイルが飛んできました。日本の国土には着弾しなかった。しかし北朝鮮は一体毎年何発何十発日本に向かって弾道ミサイルを撃ち込んでいますか。あれはいつか必ず日本に着弾するんですよ。皆さんその恐怖が分かりますか。ここ豊洲のビバホームの皆さんがいるこの頭の上に着弾するんですよ、弾道ミサイルがいつか。そして北朝鮮は皆さんご存知ですか、核兵器を持っているんですよ。弾道ミサイルというのは弾頭に核兵器を搭載することができるんです。核兵器を搭載したミサイルがここに打ち込まれて、それでいいんですか。なぜ日本政府はそのまんまにしているんですか。なぜ皆さんはあたかも飛行体が特に有害なものではないものがどんどん打ち込まれているかのような、そういう錯覚に陥っているんですか。皆さん、私たちは北朝鮮がこうやってね、年間何十発のミサイルを今日も打ち込んできたということは、それがいつか私たちの頭の上に降り注いでくると、私たちの体はバラバラになって死んでしまうという、そういう危機感を抱かなければいけないんですよ。なぜそうではないか。なぜなら政治家がこの問題を直視しないからです。ちゃんと対面しないからです。そしてね、こういうふうに言うんですよ。最大限の警戒心を持っていますとかね、そうやって言ってね、ごまかすんですよ。最も強い言葉で非難します。皆さんどういう意味ですか、最も強い言葉で非難しますって。ここから何を感じ取りますか。私は一切何も感じない。ただ政治家の無関心を感じ取るだけですよ。こんな人たちに政治を任せていていいんですか。北朝鮮は弾道ミサイルを打ち込んでくるだけじゃなくて、私たちの大切な日本国民をあの人たちは何百人も拉致したんですよ。そして誰も帰ってこない、ほんのわずかですよ、帰ってきた人たちは。こんなね、他国に日本国民を何百人も拉致されて奪還しない国、こんな日本だけですよ。なぜ奪還しないんですか。なぜ無視したままなんですか。こういう人たちが今の政治をやってるんでしょ。中国を見てください。中国はね、今でもね、日本の政治家はね、中国と対話して戦略的互恵関係を築くとか、そういう寝言を言ってるんです。なら今すぐ対話して、中国で逮捕され拘束されている日本国民を取り戻してくださいよ。なぜできないんですか。なぜこういうことできないんですか。日本の政治家は人権人権ってうるさく言ってますよ。日本国民が日本にいる外国人を差別してるとか言ってる、これが岸田文雄ですよ。しかしながらですよ、お隣の国中国、あそこでは日本なんかとはわけが違う、ものすごいレベルの人権侵害、弾圧、抑圧、それが行われているんですよ。なぜそれに対して日本の国の国会はそれをね、直接非難する非難決議すら出せないんですか。これが日本の国会議員です。こういった人たちが、私たちが政治で無関心でいれば、こういった人たちが日本を支配し続けるんですよ。彼ら何のために日本を支配してるんですか。何のために国会議員なんてるんですか。自分の金のためだけですよ。あるいは中国のためですよ。なぜ中国のためのことをするか。なぜなら中国から金をもらってるからですよ。こういう仕組み自体を変えないといけない。そのためには
中国と関係ない、利権と関係ない、お金のためではなく国家のため、国民の命のために本当に成長する人間が必要なんです。だからそれは私じゃなくてもいいでしょう。しかし私にやれと言われたなら、なら私がやりましょうと、それで私は引き受けたんです。これだけです。私はね、こんなところでね、今日ね、立ってね、話をしているようなそういう人間じゃないんですよ。普段の月曜日だったら私はこの時間家でご飯を作って娘を待ってるんですよ。娘は部活人で帰ってくる、夫も帰ってくる、それをご飯を作って待ってるのが私の仕事ですよ。私はその前に自分の仕事もする。自分の仕事をして掃除をして洗濯をしてご飯を作って、そしてご飯を食べてお風呂に入って寝る、これが私の生活でした。しかし今それを中断してここに来ています。なぜなら私じゃないと、私以外の人は誰一人本音で話さないからですよ。皆さん知ってますか？ありがとうございます。皆さんご存知ですか？今ここ東京中国の情勢調査というのを各社が行っています。ちょっと前の情勢調査では立憲民主党の酒井夏実という人がなんと30ポイント取っていると出ていました。そこの調査で私のポイントたったの2ですよ。15倍ですよ。しかし江東区の皆さんよくご存知でしょう。立憲民主党の酒井夏実という人が街頭で演説しても聞いてる人はほぼゼロですよ。半周ゼロにもかかわらず情勢調査をするとあの人は30ポイント、私が話を始めるとこれだけたくさんのお客さんがいらしてくださる。今日はもちろん私ではなくて武田先生の話を聞きに来た方もたくさんいらっしゃるでしょう。武田先生のファンもたくさんいるでしょう。しかしながらいずれにしても私の話を今聞いてくださる方これだけたくさんいるにもかかわらず私たったの2ポイントなんですよ。おかしくないですか？何かが。ありがとうございます。そしてさらにですよ、ちょっと時期が経ってですよ、また新しい調査が出ました。そしたらこうなったんですよ。立憲民主党の酒井候補がわずかにリード、それを追っているのが維新の候補と飯山あかりだという、そういう結果が出てきましたよ。これどういうことですか？最初メディアは私を無視してきた。しかしながらですよ、辻に立って江東区に立って毎日毎日話をしているうちに、江東区の方々に飯山あかりという存在が徐々に浸透してきた。皆さんがもともと知らなかった無名だった飯山あかりという人間を知るようになって、しかもただ知っただけじゃない、飯山あかりを支持しようという方々が一人また一人と増えてきているんです。そうじゃないですか？ありがとうございます。しかしここでまた不思議なことが起こりました。読売新聞が情勢調査というのを出しました。それによると1位はぶっちぎりで立憲民主党だと、2位は維新だと、3位は知ってますか？3位は須藤元気だと、4位は誰だか知っていますか？乙武だと言うんですよ。他の情勢調査ではトップ3の中に私が入ってきた。しかし読売ではトップ4の中にも飯山あかりの名前はない。読売新聞によると飯山あかりは未だに扱うのも名前に言及するのも汚らわしいような、そういう泡沫候補だということになっているんですよ。皆さん本当でしょうか？こういうメディアの嘘、わからないですよ。じゃあどっちが本当なのか、他社の情勢調査が本当で読売新聞が嘘なのか、読売新聞が嘘で本当は他社が正しいのか、どっちだか分かりません。答えが出るのは4月28日です。皆さん何が答えなのか分かりません。その答えを持っているのは皆さんです。皆さん本当に立憲民主党の議員をまたここ行動から生み出したいですか？立憲民主党はここの選挙に勝つために共産党と手を組みました。共産党っていうのは憲法9条を守っていれば日本が幸せでいられるというふうに嘘をついて、日本を中国のような共産主義の支配する独裁国家にしようとしている、そういう政党と手を組んでいる立憲民主党に議席を渡していいですか？本当ですか？あるいは乙武さん、あの人自分は無所属だと言っています。しかし乙武さんの選挙ポスター見てください。隣には小池百合子が写っていますよ。小池百合子に支持された乙武さん、あの人こういう政策を掲げているんです。子どもの意見を政策に反映する。あなた本当にそんなことが言えるんですか？あなたかつて5人もの女性と不倫して奥さんと子供を捨てたんじゃありませんか？その人がなんで子ども中心の社会とか、ね、子どもの意見を政策にとか言うんですか？
あなたご自分のお子さんの意見を聞いたことがあるんですかって話ですよ。私は、ね、一人の親としてこういう、ね、無責任なことをやった人間が子供を出しにした政策を掲げている、しかも一番そんなものは許すことができない。こういった乙武さんとか、乙武さんなんでこんなに情勢調査で上なんですか。私乙武さんいつもね見ていますよ、どんなところでどんな凱旋してるんだか。警備ばかりが多くて警察官200人300人といて、誰が聞いているんですかっていう話ですよ。誰が指示してるんですか。私には全然わかんない。本当にメディアの調査は本正しいのか、一体何が真実なのか、そしてここ江東区の方は一体どういう人間を自分たちの代表として国会に送り出したいのか、私には分からない。私は私の考えていることを言います。選ぶのは皆さん、皆さん日本を日本のままに行かせたいという考えている皆さん、日本語の通じる日本人のための成長してほしいと思っている皆さん、子供の世代に日本を残したいと中国の属国にしてなるものかと思っている皆さん、ぜひ私飯山あかりに一票を投じてください。よろしく。